こんにちは。こんにちは。大北さん、久しぶりでもないですよね。そうですね。はい、でもなんかすごく元気そうな感じで。ありがとうございます。はい、ラジオ見て、はい。で、今日はまあちょっとね、インタビュー動画ということで、ちょっと協力していただけたらなと思ってるんですけども、ちなみに今ちょっとこの動画を見てる方に、大北さんが今されてる商売というかビジネスね、はい、とちょっと自己紹介を簡単にしていただけたらと思います。はい。わかりました。はい。大阪の住吉区でヨガのピラティススタジオをしてます。沖田です。ヨガスペースナチュラの沖田です。お願いします。はい、ちなみにそのヨガを今どれぐらいされてるんですかね。スタジオ自体は、はい、スタジオ自体、はい、開業して、はい、今年で5年になります。あ、じゃあ5年ですね、はい、あ、じゃあ結構もう節目っていうことで。そうですね、はい、すごい頑張ってますね5年ね。で、今こういうね商売で続かない方が多い中で5年中なかなかすごいね、いいと思いますね。で、ちょっといろいろ今日お聞きしたいんですけども、はい、そのヨガスタジオをまあ開業されたじゃないですか、はい、でその時って多分そのもちろんその集客っていうのがつきもので、まあ認知度上げなくちゃいけないっていうことだと思うんですけど、その時どういう活動されました。例えばチラシを巻きまくったとか、なんかこうどういうお金かけたり、どういう感じ。本当に無知だったので、はい、起業することに無知だったので、はいはい、本当にチラシを、まあ、本当にもうチラシを巻いたりとか、うん、はいはいはい、あとホームページを作ったりとか、はいはい、うん、あともうポスティングですね。あ、ポスティングね、はいはいはい、したりとか、そういうことをずっとしてました。あ、ずっと。それはどれぐらいされてたんですか、最初の方は。最初はもう1年くらいはもうそれ継続してずっとやってました、はい。じゃあちなみに失礼ですけど、毎月どれぐらい広告費とかかかってますか、その時。広告費だけで、はい、そうですね、フリーペーパー載せたりしてたので、はいはいはい、1ヶ月に4万くらいは使ってたと思います。あ、4万ぐらいですね、はい。で、最初そのチラシをオープンの時巻く時、そのチラシはどれぐらいかけたんですか、デザイン代とか含めて全部チラシを巻くときって。あ、もうチラシ代とか、はい、ホームページ代とか、はい、デザイン代とか全て含めると、はい、もう30万くらいはいってたと思います。なるほどですね、はい、はいはいはい。で、それで今1年ぐらいその最初ね、オープンしてやって、はい、まあそこでまあお客さんやっぱまあ多少来ますよね、はい、最初ね、はい、で、そこからどうですか、その後1年2年経ってうまくいってたっていうか、どういう状況だった、当時の状況を今振り返ると。チラシの効果っていうのは、はい、ほぼ今の時代なのか、はい、もう新聞に入れても全然電話もかかってこない状態で。最初は良かったんですか、ちなみに。最初オープンした時っていうのは。オープンした時はい、もう本当にそれだけだったので。あ、なるほどなるほど。全然どうしようっていう状態でした。はい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 、なるほどですね、はい。で、そこからお客さんをこう増やしていったっていうのはどういう感じで増やされた、こう口コミとか紹介ですか。そうですね、はい、もうそれこそちょっと1年かけた時に、はい、ホームページの方が少しずつ認知されるようになってきて、はいはい、あ、こう SU で上がってきたのかな。はいはいはい、なるほど。そうですね、はいはいはい、それだけですね。あ、そうですか、はいはい。で、それで、2年、3年、4年と、まあ、はい、やられて、で、確か移転したって言ってましたね。そうですね、はい。それが、いつの話でした。それは、2年前に、はい、2年前に移転して、3年目を機に。あ、なるほど、移転されて、はい、で、移転してどうです、前の時と比べて。そうですね、移転したらやっぱ場所も、うん、はい、確かに駅近かったですね。僕も一度お伺いしましたけど、もう本当に大阪での主流の線なので、はい、なるほど、地下鉄なので、そういう面では集客はどんと変わります。ああ、やっぱりその立地条件だったり、立地条件で変わります。わ、ね、はいはい、かりました。ありがとうございます。で、一応僕と出会ったというか、はい、そのまあ、僕のコンサルを受けてもらうことになったんですけども、はいはい、どこで僕の存在地を知ったんですか、当時。それは私が、行かせてもらってた企業塾で、はい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 、の先生と、はい、の上川さんとコラボのセミナーがあるっていうことで、最初は、はい、なんかわかんないけど行ってみようと。なるほどなるほど。あ、はい、なるほど。で、実際来ました、はい、で、受けてみてどうですか。まずセミナーをこう3時間近くかな、聞いてみて、はい、セミナーを受けた時はもう目から鱗というか、はい、もう知らないことが、もうターゲットがまず間違ってたりとか、あ、かつもうアメブロ自体を活用できてなかった自分に気づくというか、うん、なるほどなるほど、はいはいはい、ってことは、まあ、ノウハウを学んだというよりも今の現状の自分に何が足りないかと気づかされたという感じでいいんですか。なるほどですね、はいはい。で、その僕のコンサルを受けるときに、その前にですけども、はい、なんか比較しました。ちょっとコンサル受けてみるのか、それともなんかもうちょっとチラシでちょっと投資してみるのか、なんかその辺の比較対象ってありました、当時。そうですね、やっぱりチラシの方とか、はい、ホームページの方を、はいはい、まあ、ブログっていうのがまだ頭になかったので、はいはいはい、ホーム
ホームページとかチラシをもうちょっとどういうふうに見せていこうかなっていう方はい、勉強をしようかなと思って、でそれを学んだときにもしかしたらちょっとホームページをお金かけてリニューアルするか、ね、チラシもちょっとデザインと切り替えて、変えてもう一回お金かけてかけてみようっていうところで、うん、僕と出会ったんです、ね、っていうことなのかな、はい、あなるほど、はいはい、でそれで、まあ、あのじゃあその沖田さんの場合はチラシホームページ代をと僕のコンサルを比較したっていうことになるんですね、はい、でそれであの実際にあの何が決め手で受けようかなと思ったんですかね、僕の方がちなみに当時を振り返っていただいて、やっぱりその、はい、コンサルがみっちり、はい、ついてたっていうのが一番の、なるほどですね、自分がやっぱり自分で考えててもわからないので、デザインとかカスタマイズはしてくれるところはありますよね、いっぱいね、はいはいはい、コンサルで、はい、がしっかりとついてるっていうところで、うん、なるほど、もうこれも勉強と思って、はいはいはい、なるほどですね、うん、はい、わ、はい、うん、かりました、ありがとうございます。で多分ですね、これ見てる方もそうなんですけど、やっぱりその本質がずれてしまう方って多いですよね。で今その沖田さんの場合もそこのそのキロでまあ僕と出会ったっていうことなんですけども、やっぱりそこをあの間違った努力方向性をしてしまうとやっぱり結果が出ない。そこでまあたまたま沖田さんの場合今の話を聞くと、まあ当時の僕と出会ったっていうことですよね。でやっぱりそのみっちりついてるっていうのがやっぱ多かったんですね、決めてどういうのが当時の沖田さん。そうですね、あそのサポートがっていうことですかね。そうですね、あのカスタマイズ自体はもうしてもらってたので、はいはい、そこであの、うん、その時はコンサルとかもなくて、あデザインの問題だ問題だったんですね、うん、はいはいはい、だったらもうちょっとみっちりそこを指導してもらう、はい、っていうのがみっちりついたんで、はい、よしじゃあこれを申し込んでみようと。なるほど、ありがとうございました、はい、ちなみにその受ける前になんかその内容的に難しいとかそういうのはありました？なんかできる、私にもできるかなとかそういう不安とか、それは、はい、ありました、はい、あのできるかなっていうのはあったんですけど、だから難しそうだなとか、難しそうだなっていう、もうそれが固定概念というか。なるほどですねわかりました、はい、でそれで実際まあ頑張ってコンサル受けて、まあ、集中してやりましたよね、はい、で沖田さんは本当に意外と早くて2ヶ月目やったかな、うん、バーンと結果出たじゃないですか、うんうん、はい、でやっぱり2ヶ月目かな、やってコンサル受けて。そうですね、うん、それまではなんかこう自分的にはどういう心境だったの、2ヶ月間こう、はい、やっぱりあのターゲットを絞れない、はい、絞れない、なかなか絞れないっていうのが自分の中ですごくあの、はい、考えたところ、うん、なるほど、うんうんうん、ですね、絞ってからが、はい、早かったかな。あなるほど、ね、シンプルにいったというね。そうですね、はい、でそれで一応その後はまたブログで今そう継続してされてると思うんですけど、はいはい、まあ、ブログやっぱ取れてるって感じですかね、やっぱりね。そうですね、うんうん、あの読者数は確実に増えたので。あそうですか、はい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 、はい、うん、まあ、そこから、まあ、こう電話かかってきたりとか問い合わせとかそういうことで。そうですね、はい、なるほどですね、はい、で今ですね、あのそのブログを集客するにあたって撮ってる時間って一時でどれぐらいされてるんですか、ブログってこう。ブログで撮ってる時間、はい、はい、やってる時間ですね、はい、もう私の場合は、はい、あの20分くらいですね、ブログ自体、はいはい、記事を書く時間、記事を書く時間ですね、はい、それは、決めてるんですよ、朝にやるとか夜にやる、自分で。私の場合は、夜にやってるんですけど、あ寝る前、朝は、はい、やってるんです。じゃあ夜寝る前に仕事全部終わった後に落ち着いて、はい、それでちょっと集中して、はい、あなるほど、はい、ありがとうございます。でちなみにですけど、ちょっと良ければ沖田さんとその今の1日のスケジュールを簡単に教えてほしいんですよ、こう、はい、起きてからこう寝るまでの仕事のブログも含めて、はい、ちょっと簡単にこの動画を見てる方にスケジュール的なこと。私は朝起きて、はい、レッスンに、はい、まずスタジオに行くことから始まるんですけども、はいはいはい、そこからあの指導と、はい、あとそうですね、指導とあと事務作業ですね、事務作業、はい、がもう主にそれがほとんど、うん、あと打ち合わせと、うん、はいはいはい、それがほとんど占めてて、レッスンが、うんうん、まあ、ちょっとレッスン自体が空くので、はいはい、うん、夜のレッスン最後終わって、はい、お家帰るのが、うん、遅い時はもう10時済んじゃうんですけど、あ結構遅いですね、そこからもうお家のことして、はい、あと本当に寝る本当に間際に、はいはい、ブログを見たりとか、あ、ね、あ見たりとか調査したり書いたり、書いたりはしてます。なるほどですね、はい、じゃあご飯は結構夜遅く食べてるから、遅く食べてます。あそうですか、なるほどですね、ありがとうございますで多分ねその今のスケジュールなんで僕が聞いたかというと、やっぱりそのブログをやりたい、やることやるにあたってですね、そのやっぱブログをやる時間取ってない方がやっぱ多いんですよね。だからその一日のスケジュールにいかにブログをやる時間を取るかっていうのが非常にポイントなので、まあ、沖田さんそれ今継続されたというので僕もちょっと安心しましたありがとうございます。で
どうですかね、そのブログのコンサルを受けてみて、沖田さん的には振り返っていただいて、はい、難しかったですか、意外と。そのどうでした、受ける前と受けた後って。はい、もっと難しいのかなと思ってました。あ、なるほど。けど、うん、あのずっとサポートをついてくれてたので、はい、でやることとかも、はい、常に課題があったので、あ、そうですね、それを本当に自分の中でクリアしていただいて、うんうん、なるほど、まあ、調査しながら、なるほど、なるほど、はい、じゃあ受ける前はなんか何となくできるかな、難しいかなと思ったんだけど、ね、実は受けてみたら意外と私でもできたみたいな、ね、ああ、よかったです、よかったです、私もね、はいはい、いいえ、とんでもないで、あのもう最後の方になる、なっちゃうんですけども、その私のコンサルを受けて何が良かったですか、まあ、僕のその自分でちょっと聞くのもちょっとおかしいんですけども、はい、あの上川のコンサルは良かったって何かあったらいくつか、もしいくつかあったら、はい、私はやっぱり、はい、あのコンサルが効いてるってのは絶対ですね、はいはい、あの、で、あとは、はい、あのもう本当にお任せ気じゃなくて、はいはい、あの自分はい、考えながら、はい、そうですね、というか、はい、あの課題とか宿題をもらうっていうのは、はい、自分の勉強にも、なるほど、になりますし、はいはい、あとやっぱり動画ですね、動画作成っていうのも自分でができなかったので、はい、それがついてくるっていうのは、はい、すごい一番嬉しかったです。あ、なるほどね、はい、ありがとうございます、はい、で、あのやっぱりね、その受ける前と受けた後の今の授業と全然違うと思うので、はい、ぜひですね、あのそれももちろん今後も継続してやっていただきたいですし、で逆に今ちょっとね、このあの動画を見てる方でブログ集客困ってる方に対して何か最後メッセージがあったらちょっとお伝えしていただけるかなというふうに思います。はい、私は本当にブログからの集客っていうのがゼロだったので、そこをあのどういうふうにしていったらいいかなっていうターゲットとか、あと地域密着っていうのが一番絞れた時かなと思います。でそれに切り替えてから、あのブログを見てるよって言われることがやっぱり生徒さんからもちろん多くなったので、なんかそういう意味では本当にブログの閲覧数が上がってそれが集客につながった時とはすごいいいかなって思ってます。はい、どうもありがとうございます。今日は本当にね、あのお忙しい中、貴重なね、はい、インタビュー動画出ていただいて本当にありがとうございます、はい、今後ねその調子で本当ぜひ頑張っていただいて、はい、あのまたねいい結果報告をお待ちしますので、ぜひまたお会いしましょう。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。